皆さんこんにちは。今回もですね、スプラックスプライングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手をランダムに選抜して一つだけのチームを作る。やるたびに新しいチームができる、そういうモードですね。はい。レナンキ、はい、ナチョがいますね。スペインの、サルメックス、で、南野がいますね。はい、南野ちょっと攻撃的に行って、で、シャビ・アロンソと、スペインのね、アンカーですね。はい、ロングフィードが非常に得意な選手です。で、はい、フワンフランと、これもね、スペインの、スペイン人多いですね、今回は。はい、で、はい、ベルギーのサイドバックが入ってます。で、はい、出口、本田、長友、長谷部と、日本人全員引きました。で、キーパーもスペインですね。これは、珍しい。うわ、どうしよう。はい。この人ね、南野か。南野だった。ナチョ。ナチョ、ナチョサイドで使えないのかな。えい、本田圭佑。で、入り口は、そうか、ファンファン入ってんだ。どこか変えるとこありますか。ここですね。ここ落とすしかないですね。シャビアランスは絶対入るんで。で、ハセベ、長友と。いや、もったいない。ここ変えますか。でもね、ハセベよりもかなりいいものを持ってますね、この人。この人か。まあ、ディフェンス能力ね、アルジェリアのこの人変えちゃいますね。はい。ディフェンス能力高いですけどね。で、長友も絶対使いたいから。うわー、そうか。処理に困るな。あ、長友入んないか。え？どうしよう。ホンダをフォワードで使うとしたら、ここ変えちゃうか。オーストラリアのね、非常にスピードある選手ですけど、まあ、フランフラン使いたいんで、ダブルウィングバックやってみるか、一回。はい、これでね、ちょっと、見てみたいなと、思いますね。はい。シャビアランソがここに。相手はね、コートジュボワールですか。はい。ナチョがボール持ちましたね。非常にスピードがあるんで。はい、シュートで。1点です。簡単ですね。ナチョのドリブルでね、ほとんど、右サイドえぐりましたね。ナチョね、1型糖尿病らしいですね。どうやら小学生の頃から病気で、ずっとインシュリン注射しながら、サッカーやってるみたいで、ね、非常に偉いですね。なかなか糖尿病でサッカー選手、スポーツ選手って本当にね、大変だと思うんですけど、はい、そのナチョを使います。はい、ナチョね、いいですね。ドリブルが非常に安定してます。はい、コートジボワールは、とりあえずね、イヤートゥール、ジェルビーニョ、ドログバ警戒と。そこさえね、うわー、強いな。コロトゥレですが、今のは。ちょっとね、パスがきつすぎた。うん。はい、南の、ホンダから、南のに落としてシュートと。そうか。はい、ホンダのところですね。ホンダ、センターフォワード、設定しましたが、動き出しはないのでね。はい。ファンフランが非常に上がってますね。はい。そのね、クロスから南野で1点と、ファンフラン完全にフリーでしたね、今。ウィングバックのポジション勝ちってやつですね。はい。ここもね、カウンター成功でしょう。頼む。よし。いやー、ちょっと行き過ぎた。はい。今ね、折り返しもちょっと、早いのがあれば。はい。本題に当てて南野と。で、南野ね、キープして、長友使いますね。で、南野に折り返し、うわぁ、はい。ちょっと今ね、南野に折り返しが、短いパスが不正確でしたね。はい、中央掘り込んで、ホンダのシュート1点ですね。はい、ホンダ足元ね、強いですね。かなり。2014年のコートジボワール戦でもね、足元に来たボール、非常に、速いトラップからね、すごいシュート打ってましたね。はい、その強さあります。はい、ホンダの、おわ。
はい、3-0 です。ホンダのディフェンスと、はい、長友、長谷部がボール取ってナチョと、ホンダに当てて、あ、南野から、長友を使いますね。はい、クロスにホンダ、あー惜しい、あー、やとれだ。はい、ナチョのシュート、わー、ブロックされた。ちょっとボール持ちすぎましたね、今。はい、長友のシュートと、長友ね、カットインのシュートですね、課題は。これがね、なかなか入らないですね。あ、ずっと前からね、かなりカットインシュートは試してるみたいですが、威力がなかなか上がってこないと。はい、本田の足元シュートリッテです。ね、今みたいなね、折り返しのクロスの方が長友うまいですね。特にドリブル前ので、深く入り込んでね、マイナス気味に出すっていう、そっちの方が生きてますね。はい、ホンダの横に苦手、わ、はい、南野から、やめてー、ナチョ頼む、うわー、はい、ドルグバです。あー、ここ怖いですね。いや、1点かこれ。はい、シュートまで行かれましたね。ドルグバの前はね、ジェルビーノが走るっていう悪夢のような組み立てがありますね。はい、ここに出してみよう、あ、うん、はい、ナチョから頼む、はい、オンだと。で、長友に預けて、長友が持ち上がりますね。これね、ここ切り込んでここに出したい、あ、ダメか、難しいですね。はい、ナチョから、はい、うん、右上がってんなこれ。はい、ワンフランから折り返し、はい、出口からここ使っての、はい、折り返して、はい、本田足元リッテですね。今非常にうまいクロスが上がってきましたね。本田ね、中央で構えてた方がというわけで 5-0、 まあ十分でしょうね、戦果としては。はい、今回ね、特にサイドの攻撃非常にハマってましたね。こっち、ウィングバック設定したスペインのフランと、で、日本の中田もね、右でしたが、どちらも非常に機能してましたね。まあ、左はね、ウィングバックなんで、ポジション勝ちは見えてたんですが、右の長田もね、非常に、ドリブルで何回も切り裂いてましたね。で、本田もね、シュート割と決めて、まあ、南のね、シャドーストライカーの動きがあってこそだと思いますが、そして、中央どうしたんだっけ、シャビアロンソか、そうですね。真ん中ね、6枚にフラットに、構えてね、まあ、コートジボワール封じを狙いましたが、それでもやっぱりジェルビーノに1回やられちゃいましたね。ジェルビーノドログバですね。はい、あれがありますね。やっぱりサイド攻撃は非常に現代サッカーで有効なんだなっていうのがね、いくら中央を固くしてもサイドはえぐられちゃいますからね、どうしても。そうなってくると押し込まれた形になって、いずれ得点のリスクが高まるということでね、やっぱり、うん、まあ、サイドの攻防っていうのが重要なんですね。そこで1対1で勝てるかとか、相手方のサイドバックがオーバーラップしてきた時に、しっかり対応できるのかとかね、そこが、大事ですね。はい。いくら、手堅くね、真ん中を固めてもサイドをえぐられてしまうと、失点のリスクは増えると。いうことで、やっぱりね、サイドが本当に、はい、攻防の鍵ですね。まあ、というわけで、はい、今回はコートジボワール相手に5対0という十分な戦果で終わりたいと思います。